まあ、こんにちは、また会いましたね、もう一回、初心者専門コーナーですね、簡単なレッスンを今日2回目なんですけど収録、やらさせていただいております。先ほどなんか、頭がなんか抜けなんかこう切れたみたいですけども、今大丈夫ですかね。はい、まあ、これ受験、英語にもちょっと半分入ってしまうんですけども、日本語に来ている外来語っていうのがなぜかアクセントにしか逆になっております。これなんでか知らないんですけど、なってます。例えばですね、まあ、今ちょっと簡単にいくつか挙げていただいて、挙げさせてもらったんですけども、これ、なんかこれ、パターンじゃないですね。これパターンですね、発音はね。で、オレンジジュース、オレンジ。これは、マネージャー、マネージャー。これマネージャーとか通じないですからね、本当に。マジで。マジでとか言っちゃいましたけども。これマネージャーですね。マネージャー。前よく私がちょっとワーキングホリデーっていうのをカナダ行ったんですけどね、まあ、職を探してましてね、クジュリアみたいな名前のマネージャーってマネージャーとも通じないんですよね。まあ、クジュリアみたいなハイアリングマネージャー、ハイアリング、どういうことかというと、マネージャーって人もいくつかいるんですけどもね、職探しをやるときにこの業は雇用する決定権のある人にアプローチになると全く意味ないわけですよね。面接もできないと。ですので、まずハイアリングマネージャー、まあ、ハイヤーっていうのはこれ、まあ、雇うっていう意味なんですけどね、ハイアリングマネージャーを、まあ、に会う、まあ、名前を聞いて、まあ、後日で言い直せるとか、まあ、いろんな方法があるんですが、ポイントは、マネージャーにもマネージャーなんですよね、マネージャー、まあ、似たようなあれでね、雑誌のことを英語で言う、日本語で言うとマガジンだよ、これマガジーンですかね、これね、はい、こちらなんですよね、これ、シャンプー、シャンプーじゃないですかね、これシャンプーですかね、これね。いや、なんか、なんだか逆なんですよね。これもいっぱいあるんです。例えば、アクセサリーとかね。アクセサリー、これ何もテクニックとかですね。ポリースとか、カリアとかね、ボランティア、パイオニア、まあ、こうなっちゃうんですけども、まあ、簡単に言ってしまえば、まあ、逆だというふうに、覚えていただければ。大抵は大丈夫だと思います、ね、これだけこれ生活試験とかでも出るんですよね、これね、次の言葉の適切なところのアクセントの位置を選びなさいなんてね、うん、あるんですけどね、なんでですかね、うん、オレンジね、オレンジ、これがね、外国人の人にとってなんか結構紛らわしいそうですね、うん、トライアルね、まあトライアルじゃない、トライアル、まあマネージャーね、マネージャー、キャバレーとかね、これね、キャバレーじゃないですか、キャバレーですかね、これね、発音もね、アクセント、あ、アクセント、それ別名、ストレスとも言います、ストレス、うん、まあ、日本語でストレスが溜まってとか言う、まあ、そのストレスなんですけど、これ強弱って意味もありますんでね、まあ、ストレスがこう逆に来ると、ね、これ一個覚えるだけでもね、まあ、来月ね、センター試験ありますんでね、点数ちょっと上がるんじゃないかなと思います。以上です。